いやとうとう、ズンクラにアタックします。最初から結構ですよ、これ。最初から結構な、シャドウですね。その通り一応ブログで見た、いやネットで見た構造のままですがすげえわこれ。なんか最初から、マックスローでいかないと力んでもダメっていう感じですね。マジ大丈夫だね、これで。よし、静かです。山々最高です。今回残念ながらメリーではなくて R2 です。梱包の関係でどうしてもメリーを持ってこれませんでした。極めて残念です。久々のライドなので大丈夫か俺。今プップされたのは右が通行なんですよ。それ左走ってたから。重い、なんかペダルが重いんですけど。マジですかこれ。マックスルー行っちゃってますよ、もう。マジ。まあ、いいんじゃないでしょうか。ありましたね、これが。なんかよくわかんないオブジェが並んでますね。うわ、熱い。これ熱いな。まあ急がずゆっくり行ってきます。やっとここにたどり着きましたよ。それまでの時間がいかに長いか、長かったか。アザメよりやっぱりアプローチで、すでにだいぶありますね。アザメよりきつい。しかも車が結構通ってる。バカ野郎。そんないねって、思ってたのに大間違いでした。ああ、そして気持ちいい。山の中入りたい。まあというわけで出だしは、やばい、こんな感じだとやっぱちょっとなんかこう奥多摩とあんま変わりません。
最近ずっとこれでマジ乗ってないんで、本当マジやべえなこれ。いけるのかよ俺。いう感じです。とにかくここに来れたことが、いろんな多くの人たちの親切と努力に参加することに意義があると思いつつ、とても感謝してますね。普通で来れないですよこんなところに。まあ、約今1キロ、まったりと走りながらゆっくりゆっくり上がっていきます。